対応して大きく2つ伺いたいと思います。1つは今日の聴取について、それからもう一つは報道も出てますが、昨日会見後に社長が全社員宛てに LINE の使用を止めるというような、その2点についてまず1点目、聴取なんですけれども、今日国交省と その話し合いというか聴取の中で一番説明を求められた、問われたところというのはどこだったのか、またそれについて理解は得られたと考えています。まあ、本日は先の特別調査報告書についてさまざまヒアリングは受けましたけれども、その内容につきましては今日のところのコメントは控えさせていただきます。また LINE の件なんですが、それについてはどういったことを、ごめんなさい、まず聴取のことで、はい、もう一つ伺わせてください、はい、その内容は言えないということの中で、はい、説明は十分果たせたというふうにお思いでしょうか、はい、あるいは理解は得られたというふうな感触は持ちますか。はい、私どもはそう理解してます、はい、あとそれに関してもう一つ伺いたいのが、はい、昨日の会見で不正については担当部門以外は知らなかった、まあ、役員も知らなかったという、はい、社長の前社長のお話があったと思いますけれども、はい、今日は2人、担当部門の部長も出席されていたと思います、はい、その2人の部長はその不正についてはもともと知っていたという認識でいいんでしょうか、あるいは知っている知っていないというのがある中で今回責任は問われないでしょうか、そのあたりですか。事実の不正の事実は今日の2人の担当者も知ってはおりません、はい、じゃあ今日の聴取には、はい、不正の事実があったということを知っている人間はいなかったと。その今回の不正請求の具体的な内容ですか。はい、そうですね、もちろん、はい、そうです。では今日の聴取に関しての説明というのは何に基づいてされたんですか、はい、国交省の方から聞かれたことに対しての我々の返答をさせていただいたということです。公にされている調査報告書について。そうです、7月18日に弊社ホームページで発表しております調査報告書のことです。そのことに関しては社内で十分にその調査を改めて言いますが聞き取りをした上で今日臨まれたと。いえ、そこはまだ調査 の今準備段階でありますので、これから のご報告になりますが、きちんとそこは追って詳細は説明をしてまいります。そこは国交省に向けはされていない。いや、そうです、わかりました、はい、でもう一点すいません、はい、LINE についてになりますけれども、まあ、メールですでに文面も出回って、はいはい、メールの文面も出会ってますけれども、その前提で LINE の、はい、使用を停止する、あるいは社員に社用の携帯電話からのアカウント削除を求めた、その意図について。意図は私自身はその LINE のさまざまなグループの中で、10項目ぐらいのところまでしか入ってなかったんですが、実は存在的に、聞けば100個ぐらいのそのグループ LINE が作成されているということで、店長とかそういったあたりの役職になると、ほぼそこに参加をしているという確認が取れまして、非常にその LINE での連絡であったり報告であったりということが頻繁に起きていると、聞けばその休みの日であってもそういう連絡の返答をしたりとか、そういったことが確認できましたので、まず一旦即やめようと、そういうもう縛るのはやめようということで、私も昨日申し上げたようにその風土改革本気でやっていくよということですので、主体性を取り戻すためにもそういう、縛るようなツールは使いたくないなということで一旦全部やめました。で、社内にもともと営業支援システムというのがございますので、そこに社員間同士の連絡網ができるツールがありますので、それを今使ってスピード感は鈍りますが、そのように判断をしました、はい、その縛っていたというのは、はい、それはやはりいわゆる上司から部下へのその LINE のメッセージだったり土日休みの日っていうのは、気になりますよね。その休みの日でもどんどん LINE のチャイムが鳴れば何か自分のことじゃないのかなとか、またその自分の拠点のことであったりとかっていうことになると、精神的にも休みにならないでしょうし、そういったことから、私の方で判断はしました。それは新社長でも思い当たる節っていうのはあるんですか。
まあ、ありますね。あのその環境整備で、拠点回りしてる時も同行してる店長とかがもう LINE でその、まあ、連絡が多々あるのも見てましたし、はい、まあ、そういった確認は取れてます、はい。ただその LINE の例えばアカウントの削除なんかによってこれまでのそのやり取りであったり記録というのが消えてしまうということに不安はないですか？はい、まあ、そこのご指摘はおっしゃる通りで、はい、まあ、ただスピード感を持って始めたかったので確かにおっしゃる通りで、ただまあ今後まあいろいろ調査していく中で、まあ、その LINE の中でのまあいろんなその不正の確認であったりとか証拠になりうるものがあればそういう該当する社員の方はまあ記録として残ってるでしょうから、まあ調査をかけていく中で、まあ、そういう風土調査にしてもまあそういったものが定数としてなくなるということはないんじゃないかなとは感じてます。はい、では一部の報道で言われているようなその過去の履歴がこれまで出てきたことへの対策ではない、はい、全く違います。はい、隠そうという意思はありません。その LINE の社内ツールというのはちなみにいつの日から使用されていたんですか？もう私が来る前なんで、まあそもそも LINE がまあ世の中に出回って皆さんが使うようになったあたりからまあ同時タイミングで使ってはおりました。はい、まあ、その決断をされたのはいつですか？もう LINE をやめよう、昨日記者会見が終わって、社に戻りまして、新体制の役員と、まあ、話をして、まあ、本当そのメールを流す、まあ、1時間ぐらい前ですかね。はい、そこに対する今社内の反応というのは起きてないんですか？まあ、今のところまだ確認はできておりませんが、まあ、昨日ですね、記者会見終わりまして、まあ、正直こういった問題を起こしているものですから、まあ、退職者が相当数いるかなというふうに私心配してましたけども、まあ、今日の段階で確認できているのは6名でした。まあ、非常に我々はもっと今回の不正の請求の件でご心配をかけて、まあ社員のご家族とかにも非常に心配をかけておりますので、もう少し想定としてはあるかなと思ってましたが、そういったことからしてもまあ少しまあ勝手な判断ですけども、まあ今後会社が生まれ変わるという期待を持っていただいているのではないかなとは思いたいです。はい、代表以上です。勝田さんお願いします。すいません、その LINE に関してなんですけれども、はい、メールも拝見させていただいたんですが、はい、その今説明を聞いて、はい、土曜日日曜日の連絡をやめようということを今理解したんですが、はい、メールの中には社員に対してはそういった文言は入ってなかったと思うんですけれども、そのあたりの意図というのは伝わっているのかというところでしょうか？そういう今お話ししたような意図ってことですか？はい、多分社員が一番感じてると思いますので、もともと社員 LINE でもう本当仕事にならないぐらい、まあ、それが結果昨日お話したように、まあ、どこを向いて仕事をするのかっていうことにもつながっていきますし、まあ、どんどん連絡が来て報告しろよっていうような連絡が来ればもう仕事どころじゃなくなりますから、はい、それは意図は社員が一番組んでくれてると思います。社員の中には内部告発をやめるように促しているのではないかという受け取り方をしているという声も実際に聞いています。あ、そうですか。文章で果たして伝わっているのか。これからですね、内部告発というかその第三者 の、協力をもとにそういったコンプライアンスのもの、またそういった通報制度、またお客様からの問い合わせ、今現状そういう体制が、まあ、報道陣の方もそうですし、お客様からの声もいただいておりまして、まあ、メールで対応しているのが基本とさせていただいております。で、板金部門の今回の不正請求に関しましては、まだ少ないんですが少数にてコールセンターで受けております。ただ
それでもまだ足りてない状況になっておりますので、そのコールセンターをもう少し拡張して、すべてに対して、公にできるようなコールセンター等の立ち上げをする動きを今しております。つまり、はい、これまでの LINE の内容などが、はい、まあ、マスコミも含めて流出することを隠そうとしているのではないかというような意図を持って受け取った社員の声も聞いているんですが、はい、メールの文章の中には例えば土曜日日曜日連絡しないようにしましょうというようなことも書いていなかったので、ちゃんと意図が伝わってない部分もあると思うんですが、それを記載しなかったのかな、まあ、そこは反省するところではあると思うんですが、まあ、勝手にその、まあ、意図は組んでくれるだろうと、まあ、改革の第一弾としてというふうに伝えておりますし、その、隠蔽をするということでしたら、それ改革でも何でもありませんから、はい、まあ、私としては、まあ、おっしゃられれば言葉が足らなかったなとは思いますが、はい、きちんと理解はしていただいているとこういうふうには思ってます。もう一点だけ、はい、ちょっと LINE と話は変わるんですけれども、はい、去年の6月にですね、はい、6月6日の報告書と基準に書いてありました、はいはい、あれで損保3社に、はい、調査報告をしたと思うんですけれども、はいはい、その中でアンケートを取って、工場長から不正指示はあったと書かれていたアンケートに対して、はいはい、なかったと書き換えたということも確認しているんですけれども、はいはい、それについて会社としてはどのように受け止めますか。昨日から、まあ、今日にかけてそういう問い合わせをですね、いただいて、まあ、私もちょっと初めて知りまして、まあ、そこに関しましてはこれから調査をしてまいります、はい、まあ、そういう隠蔽があればきちんと厳正にそこは遡って対処していかないといけない、まあ、元の今回の不正の元のところになってくると思いますので、はい、では皆さんも含めて今日参加された方が一切知らなかったという認識でよろしいですか。はい、今日確認したところは、はい、そういう返答をもらってます。あ、皆さんも含めて知らなかった。もちろんです。はい、すいません、はい、LINE の、アカウントの削除で、はい、それまでのやり取りというのは、はい、保存しておかなくても調査に影響はありませんか。そこはもうおっしゃる通りで、まあ、本当、まあ、言われてみればそうだなというようなことはあります。そうすると対策っていうのは、はい、保存しておこうとかっていう形にはならないと、ただその LINE でその何でしょう、その横断的に、まあ、例えば他部門でその不正が、まあ、起きているというような、まあ、もし何かのそこで証拠になるようなものがあれば、先ほども申しましたように必ず保存はしていると思いますので、まあ、これから、まあ、外部 の、 その通報窓口と内部の通報窓口と手順を踏んで作っていきますけど、まあ、そこで提出がきちんとあるんではないかなとは思ってますけども、はい、まあ、仮におっしゃられたようにそういうふうな受け止め方をしている社員ならなおさらだと思います。もう一つ社長のメッセージの中では、はい、ステークスホルダーへの対応を終えて、はい、なるべく早く現場回りをしたいとおっしゃってました、はい、今回のお話ヒアリングを受けて、はい、見通しとしてはいかがでしょうか。何ヶ月後ぐらいにとか、できるだけ早くできそうだとか。まあそうですね、1ヶ月ぐらいはまずちょっと体制会社の方のまあ、ちょっと基盤体制の方の対応にかかるかなとは、はい、まあ、昨日の今日ですので申し訳ないんですけども、まあ、感覚的で申し訳ないんですが、まあ、そのくらいのスピードスケジュール感を持って、はい、分かりました、進めてまいりたいなと思ってます。あ、すいません、読売新聞から、はい、先ほどおっしゃってたところの確認なんですけど、退職者6人というのは昨日から今日にかけてというそうです、はい、6人申し入れてください。はい、わかりました。あともう一点、今日のヒアリングのお話で、はい、特別調査報告書を元の中身から基本的には聞かれたという理解していいですか。本日が、はい、です、はい、そうです、そうです、はい、それ以外はなかったないです、はい、あ、すみません、朝日新聞なんですけど、はい、その今日のヒアリングなんですが、会社のそのガバナンスとか保険の不正請求よりもどちらかというとやはり安全性の問題が中心だったという、そういう理解でいいですか。まあ、先ほども申し上げたように、まあ、本日のヒアリング内容に関してはちょっとコメントは控えさせていただきます。申し訳ありません。
じゃあもう一つだけ、その報告書に書かれていないような安全性に関わる問題が今日出てきたってことはないですか、今日のヒアリング。ございません。あくまで今日は報告書の内容に基づいてヒアリングを受けております。すいません、先ほどの工場長の指示はなかったという調書の書き換えについてですけれども、まずこれについてはどう受け止めていらっしゃるのか、また誰の指示によってこれが書き換えられたとどう考えでしょうか。まず独自調査の報告書でそういうことがあったということですよね。まあ、それは驚いてます。まあ、その段階できちんと対応してれば、まあ、ここまでのことの重大性になってなかったかもしれないわけですから、まあ、私としては非常に遺憾です。調査したいと思います。調書の内容の書き換えとなると、まあ、かなり定石のものでないと追加指示は出せないと思うんですけれども、はいはい、そのあたりはどう受け止めますか。まあ、その可能性は高いと思います。はい、そして去年の6月には損保ジャパンには工場長の指示がなかったという旨で報告しているわけですけれども、では不正の理由についてはどのように報告をしていたんでしょうか。その調査報告書自体をまだ確認できてませんので、その存在すらまあ知らなかったというのが正直なところですから、存在すらじゃなくてすみません、その内容を知らなかったという、見てなかったので、はい、損保ジャパンなどそういった保険会社に対してはどういった説明をしていたんでしょうか。その時ですか。ですからその時は私は、この件に関して全く部外のところにおりましたので、その第一弾で出した調査報告書の内容も見てないですし、どういう報告をしたのかっていうのも今から合わせて確認をしていきます。その時の責任者というのは今どちらにいらっしゃいますか。今から確認をします。先ほどそういう問い合わせを午前中からいただいて、はい、そうした調査報告書を損保ジャパンに出すときに、皆さんその役員の中で共有をしたりとか、そういうものはないんですか。これも昨日申し上げた通り、まあ、役員会議も行っておりませんでしたので、まあ、その段階で、まあ、私自身はその損保会社様に出す第一次報告書は拝見しておりません。はい、すみません、NHK の三好です。はい、今日のヒアリングに関してなんですが、ヒアリングを受けてですね、国の方から、また新たにこう求められた対応ですとか、昨日の会見の時点から加えて、この整備という安全性のところに関して、新たにこう解釈して対応すべきことがあれば教えてください。はい、今日ヒアリングに関してはコメントは控えさせていただきますが、我々が今、昨日も話したように、行政指導を受けている、処分を受けているところ、内容がありますので、まあ、そこは同様にその他店舗でも同じ、違反が起きている可能性はありますから、きちんとそこは自社で第三者、必要であれば第三者の調査委員会を立ち上げて、きちんと確認してまいります。国交省でいうと車検 の, この不正の部分、そういうところも含めて。国交省、まあ、今の今日のヒアリングの内容に関しては、調査報告書の中での、はい、ヒアリングですから、はい、車検のことについては全く、はい、入っておりません。整備の業界全体の信頼をこう揺るがす部分もあると思います。改めて社長 の, その受け止め、はい、考えを教えてください。昨日も話したお話させていただいたように、まあ、弊社はもうすでにその業界の中で影響力を及ぼす、まあ、規模になっておりましたので、他社様のことについては我々がどうとやかく言えることではないんですが、まあ、そういった面で、まあ、さまざまないろんな信用、業界全体の信用を失墜させた一因はあると深く自覚しておりますので、そこについては重く受け止めて、二度とこのようなことが起きないように再発防止に昨日お話した通り粛々と進めていきます。フジテレビなんですけど、経営計画書を、はい、まあ、改善するという話なんですが、それについてその、まあ、前のものをこう改善するにあたっての理由というか、なんで変えようとしてったのかという理由というのがあれば、まあ、これは昨日会見で前社長の兼重もお話ししてたと思うんですが、まあ、もう10年以上前
の、 作成しているものですので、まあ、非常にその、まあ、今5000名を超えてくる中で、まあ、その言葉の表現が非常にその、まあ、インパクトも強いですし、まあ、またはそのパワハラに受け止められるような印象もありますし、まあ、今の時代に合ってないなというふうに感じましたので、まあ、一旦すべて回収をさせていただいて、まあ、新たな、まあ、今回、経営の再スタートになりますので、まあ、新たに作り直そうと、はい、いつまでに新しいものを作るとかそういう目安ってあるんですか？まあ、9月決算ですから、まあ、来期そのまたに向けて準備はしていこうと思ってます。もう一個別件なんですが、その元店長がパワハラで訴訟を起こしているっていうのを、これはご認識されてますでしょうか？どのような案件でしょうか？グループラインでですね、まあ、やっぱり今、まあ、店長降りろみたいなことを言われてて、それで、まあ、パワハラであるということで訴訟を起こしていた、はい、ということで、まあ、訴えてたっていう、こういう事例があったことは、その案件かどうかは分からないですが、そういうパワハラという形で、まあ、訴訟というか、まあ、そういった案件になっているという報告は受けております。それはじゃあ何件かあるということですか？いや、その案件とそちらの案件が同じかどうかはちょっと分からないですが、私の方に報告が来ているものがありますので、それではないかとは思うんですが、はっきりと今分かりませんので、まあ、そういった案件はあります。すみません、日本テレビです。先ほどの LINE の削除の話なんですが、はい、この LINE 削除に関して先ほど上位社長がその社内制度、まあ、改革、はい、制度改革っておっしゃいましたけど、他になんか早期にこう予定されている改革はあるので、なんか、あと今思ってますのは、まあ、営業時間ですね。まあ、やはり今の営業時間からしますと9時から8時ということになりますので、まあ同業他社様のまあそういった営業時間も参考にしながら検討していきたいなというふうには思ってます。今の御社のその営業時間の実態っていうのが、やっぱり他の、まあ、同業他社とか他の業界に比べて、まあ、かなりちょっと、そうですね、新車ディーラーさんなんかだとほとんど10時から の、 営業開始だと思いますので、まあ、そういったところを参考にさせていただきたいなと思ってます。はい、ではそろそろ TBS モニターだけよろしいですか？では最後ちょっとご質問でよろしいですか？すみません、先ほどの書き換えのお話にちょっと戻るんですけれども、今後調査をするということは現状者としては事実としては認められていないというか、事実関係も含めてこれから調査する、そうです、ということです。はい、で仮にその書き換えがあったとすれば非常に重大な不正だと思うんですけど、はい、そのあたりの受け止めはいかがですか？まあ、厳正に対処はしたいと思います。申し訳ない、1点ですね、今回の調査報告書とはまたちょっと違う観点ではあるんですが、そもそものこの今回の調査報告書の内容は、まあ我々経営陣が直接指示はなかったとはいえ、我々のその経営陣に対する、まあ、今までのその会社の風土とかもろもろが原因の上で、起きてしまったという形でそれを受け止めておりますので、そういった案件が発生した場合、当然その書き換えに起こったことによって被害を受けた、まあ、今回で言うとおそらく損保様になるのか、まあ、ちょっと特定はできないですけども、まあ、そういった方に対しては会社として当然のことながらお詫び謝罪の方はさせていただきますし、それを書き換えたものに対しての処分に関しましては、またそれは確認次第という形でやらせて、状況次第ですねという形で、処罰処分を決めさせていただくと考えております。はい、はい、では、時間ですのでここまでとさせていただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。